クローバーネット TV をご覧の皆さん、こんばんは。武田邦彦ギャンブル来さん、笑って暮らして医者知らず、私はアシスタントを務めます倉島桃子です。どうぞよろしくお願いします。この番組は私たちが楽しく健康で笑って暮らせるような社会を作ろうという思いに共感した様々なゲストをお迎えいたしまして、貴重なお話を伺いながら参考にしていこうというものです。番組の主催は中部大学特任教授武田邦彦先生です。今日も先生どうぞよろしくお願いします。片山さんの回もびっくりしましたけど、はい、まあ、この前 あの回は小崎さんね、はい、あ、まだ小崎さんご紹介しなきゃね、はいはい、2人目のゲストのご紹介をでは先に参ります。はい、自然治癒クラブ小崎総平さんということでよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、それでね、あの小崎さんにこの前糖尿病、はい、これはね一番ね僕がびっくりするのはね、やっぱり糖尿病は治らないね、本当みんなそう思ってる。で去年あ前回もね、治るとはっきり言われたわけじゃないけど相当緩和される。そうですね、もう緩和されるだけでね、はい、もう失明の危機とかね、はい、脳のね異常の危機なんか随分あれ良くなりますから、はい、だけど今日はね、僕は片山さんのものは片山さんと付き合ってよく分かんなかったんで、この番組でびっくりしたのはね、はい、かけやすい方にバッグかけるとね、なかったじゃないですか。はい、片山先生の姿勢のお話なんですね。そうそう、はい、これでもう今日なんかもね、孫がね、はい、かけやすい方に水筒かけてましたね、早速実践される方っていうのもコメントの欄でもやってみましたっていうことをたくさんいただきまして、まあ、今回もこの自然治癒クラブの小崎先生のお話を、ね、そう、これでね、まあ、1回目はまともな糖尿病のね防止の話だった、はい、だけど今度はね、今回はね、私が小崎さんの話をお聞きして、はい、一番びっくりしたことなんですよ、うん、こんなことがこの世にあるのかと、うん、でもちろん最初疑いましたよ、はい、ここでいろいろ調べたりね、それから紀元前ぐらいから調べてね、うん、そういうことって一体あるのかと調べましたけど、どうもねあるらしいんですよ、うん、でその話をね、これはもう皆さんね、特にパンなんか食べてる人ね、ものすごく有効だと思いますよね。ちょっとお話をお伺いしたいと思います。そうですね、では早速、はい、小崎さんお願いします。そうですね、まあ、今武田先生がこうパンがね、そうまさかパンが今の自分の体調不良に影響してるかなんて誰も思ってない、ね、全然思ってないですよ、うん、そうだけど、その私たちが実はこう食べているものっていうものが、いいのか悪いのかっていうのが見分けがつかない状況というのが今の、うん、状態なんですよ。で、まあ家事でもね、前回の、回で、ね、例えさせてもらったんですけども、要は体内で起きてる炎症、まあ、つまり火事が起きているって言ったら、その中でじゃあ火が燃えてるって言ったら、基本的に私たち何するかって言ったら、水かけて火消すじゃないですか、うんうんね、で水かけて火消そうとするんですけど、実はそのバケツの中に入っている、ものがですね、水ではなくてガソリンっていうようなことが起きちゃうんですよ、うんうん、でだから消そうと思ってこうかける、うん、だけど火がまたバーンって燃えちゃうみたいな、うん、そういうことが断続的に起きているっていうのが、まあ、実は安全だとされているあのパンが人によってガソリンになるケースがあるんですよ。そう、結構人によっても多いんですよ。で僕なんかね、今日はとんかつ弁当を食べるとね、あんまり体に良くないかもしれないから、パンにトマトとなんか葉っぱが挟んだりやね、こっちは健康的かなと思うでしょ。それがね違うんですよ。そう、野菜サンドとそういうの関係ないんですよ。そこでちょっとね、その辺ですね、はい、まあ、基本的にこれはアレルギーっていう話になるんですけど、うん、そのアレルギーの中でも一般的にですね、何か食べたら、あ、問題起きるみたいな、これがアレルギーだって思われてるんですけど、実は気づかないで起きているアレルギーって、これが遅延性のアレルギーっていうことがあってですね、まあ、それについて今回はお伝えさせていただこうかなという感じですね、はい。でまずですね、じゃあ、パンの例が出てきましたので、パンが一番いいですよ、衝撃がし、はい、ですね、接着剤を食べる現代人ということで言ってるわけなんですけど、うんうん、まあ、まずその最近ですね、グルテンフリーがいいというような話で、うん、結構いや、そんなの誰も知りませんよ。あ、グルテン、知らない。グルテンフリーなんか誰も知らない、はい、要はね、小麦が結構ダメだっていうことで本が出てたりとか、まあ、テレビではほとんど言われてないかもしれないですね、うん、アスリートの人たちの中ではちょっと流行っているんです。あ、そうですか、アスリートは流行ってます。だって地上波テレビでね、パンがダメだっつったらね、パン屋さん山ほどいるからね、難しいですよ。まあ、あと小麦系の
まあ、レストランがあったりとかですね、まあ、あのほとんどその外食産業で行ってなんとか製粉なんてありますからね、はい、だから小麦ダメなんて言おうもんならスポンサーがこう当たってしまうみたいな感じが起きてしまうのは問題なんですけど、まあ、そもそもですね、じゃあの小麦っていうものは何からできてるかっていったらですね、そのグルテンっていうタンパク質がこう入っているんですね、うんうん、でこの、まあ、グルテンっていうものは、まあ、整理させていただくと、まあ、小麦、大麦、ライ麦に含まれているタンパク質になるんですけど、これラテン語でですね、あのグルテンのことをグルー、うん、これ英語で言うと接着剤なんですよ。だからあの例えば10割そばって言ったら、まあ、あのそば粉だけでできてるそばなんですけど、それだとこうパサパサしてこう切れてしまう。そうそう、だけどそこに小麦っていうつなぎ、つなぎなんですね。そうこれはあの接着剤を入れるから、あの美味しいコシみたいなものがこうできるわけなんですね。そうだからそういうつないだり、あとはまあピザにしてもですね、こうこうバーってこう回してこうガーって伸びるじゃないですか。そうそう、パンもそうですよね。あれは何かって言ったらグルテン、うん、いや小麦に含まれてグルテンが接着剤になって、うん、いやまあ、あのコシであったりもちもち感であったりとか、そういうものをこう作ってくれるわけなんです。そうそう、今日も夕方はパン食べようと思って楽しみにしてますか。はい、それはやっぱりちゃんとあの理屈を勉強してから食べる。そうです、はい、で食べていい人とダメな人がいるっていう、いるっていうことですよね、はい、それをね、まあ、見ていただきたいんですけど、じゃあですね、まずどういうことかっていうとですね、あのこれ興味深いんですけど、ここにこう出ている写真の方は、うん、あのドクター・ファサーノって言ってですね、うん、アメリカであの、まあ、セリアック病の権威なんですね。でこれセリアック病っていうのは、まあ、グルテンを食べると、まあ、腸を攻撃してしまうというですね、自己免疫疾患なんですけども、まあ、その権威になるわけなんですね。だから世界的に見てもこのグルテンに関する、まあ、トップというかですね、まあ、一番知り尽くしているっていう方なんですよ。でその方が、非常に興味深いのは、人類はグルテンを消化することができない、できないだ、うん、っていうことなんですね。あのグルテンを消化する酵素がないっていうような話があってですね、でこれはどういうことかって言ったら、まあ、タンパク質っていうのはアミノ酸でできているわけです。でアミノ酸がこう、まあ、連なっていて、でそれがタンパク質っていうような形になるわけなんですけど、その体内にこう入ってくると、そのアミノ酸をこうチョキンチョキンってこう切ってくれる、ハサミがあるんですね。でそのハサミが酵素、消化酵素っていうものなんですが、このドクター・ファサーノが言ってたのは、グルテンに含まれて、グルテンタンパク質は2つからできていて、あの、まあ、グリアジンっていうものとグルテニンっていうタンパク質の2つがあるんですけど、このグリアジンを、切るハサミ、まあ、つまり酵素がないっていう話なんですよ。だから体内にこう入ってくると、このそのグリアジンっていうそのタンパク質が未消化のまま残ってしまうと。うん、これが、実はですね、私たちの腸、腸にですね穴を開けるみたいな、いうようなものが、穴を開けるというか最初はペタッとくっつくんでしょ。はい、でペタッとくっつくやつが剥がそうとすると、その時穴が出る。そうなんですよ、簡単に言うとそういう形になるんですね。で、まあ、どういうことかって言ったらですね、うん、まあ、あのグルテンはちょっとかなり悪者に言ってしまうので、グルテンに申し訳ないんですけど、ただですね、その、まあ、グルテンっていうのは、まあ、糊みたいな接着剤じゃないですか。でさらにそれで消化する、消化しきれないというようなものなんですけども、グルテンをこう摂取してしまうとですね、こう、まあ、壁に当たってしまうみたいな形なんですね。だから簡単なイメージで言うと、子供がチューインガムを食べて味がなくなったと、うんうん、もう味しないから捨てようって言って、でそれをこう壁にペタって貼り付けるような感じなんですよ。でそうするとお母さんがですね、あれこんなところにガムつけちゃってって、うん、って言ってもうしょうがないわねって、でそれでこうガムをこうやって剥がそうとするじゃないですか、うん、でその剥がしてガムが取れたとしてもですね、その壁に傷がつくみたいな、まあ壁紙と一緒に取れちゃうよ、ね、そうそんな感じです、ね、そんな感じです、うん、でそういうようなイメージで言うと、その腸壁ですね、うん、腸壁っていうのは、まあ、脂質でこうできているわけなんですけど、そこにこう障害を与えてしまうっていうような状態なんですね、うんうんうん、でこれそれがですね、まあ、この、ここのですね腸の壁を傷つけてしまって、うんうん、結果的にですね、はい、腸に、まあ、穴が開きやすいというような状態なんです。でこれ腸というのは実はこう役割2つあるんですね、うん、1つが私たちがその食べたもの、うん、これを消化されたものの中に栄養素があるわけなんですけど、体に必要な栄養素を吸収するというのはやっぱり一つ、これはまあ小学校でも習う
話なんですけど、もう一つ重要なことがあるんですよ。それは私たちの体の中に入れてはいけないもの、はい、これを入れないっていうことなんですよね、うん、だけどまあ、未消本来は未消化のタンパク質で、入ることができない、アミノ酸になった状態で細かくなったものが腸壁からこう入って、体の中の組織作ってくれるんですけど、もしここに腸壁に障害があって壁がこう穴が傷ついたりとかしてしまうと、そういうですね、未消化のタンパク質が体の中に入ってしまうということなんですね。でこれがその私たち その敵、要はまあ毒みたいな形で、まあ、異物だからね、異物として認識するわけですよ、うんうんうん、でその異物が血中の中に漏れ出してしまうということなんですね。でそれが敵が入ってくると、ね、バイ菌が入ったら、炎症が起きて、でそれで、治癒させようとする、これはまあ免疫の反応なんですけども、それが血中の中でも同じような状態が起きてしまう、これが免疫の反応が起きて結果的にですね、体の火事を起こしてしまうということなんですね。だから、まあ、まずそのグルテンというものがそういう要素があるっていうことをまず認識していただきたいというふうに思うんですね。でもう少しこのリキガットっていうものがどういうものかっていうのをね、お伝えさせていただくとですね、まあ、こちらに用意しましょう、このこちらのですね、これですね、これが腸管です。で腸管なんですが、これのまあ、断面図をこうやって大きくさせるとこういう形になるわけなんですね。で本来はですね、その腸壁のこの細胞になるわけなんですけど、そこの腸壁のこう細胞があって、細胞同士をですね、まあ、なんていうんですか、くさびというか、ホチキスというか、うんうん、そういう形でこうパシッパシッパシッってこう、止めてくれてるんです、これを、まあ、専門用語で言うと、まあ、密着結合っていうのがこう言われているものなんですね、はい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 、でその状態だと本来はですね、まあ、この状態が正しい状態、うん、で、ここからですね本来入るべき栄養素っていうのがこう入っていくわけなんです。でところがですね、このグルテンというその、まあ、グリアジンというそのタンパク質がこう、未消化のタンパク質が残ってしまうとですね、最終的にまあ、ゾノリンというタンパク質がこのね、くさび、うん、ホチキスをこうパシッパシッパシッって切っちゃうんです、うん、で切っちゃうとせっかくこうくっついてたものがパカッてこう離れちゃうんですね。でそのこの空いた状態、この空いた状態が、この穴が空いた状態ということになるんです。でここに本来は入っていけない、異物になるものなんですけども、これが、まあ、まあ細菌であったりバクテリアになったりとかで、そのうちの一つとして未消化のタンパク質なんですね。その未消化の消化しきれなかったタンパク質は本来は入ってはいけないんですけど、その比較的大きなものも穴が開いてるがゆえにですね、ここからですね体の中に入って吸収されてしまうと。この下のこのあれは血管ですか？ここが血管です、はいはいはい。だからその、まあ、腸っていうのはこれこういうような形でね、もう、あるわけなんですけど、その真っ平らに伸ばすとですね、テニスコート1枚分あるっていうぐらいのものなんですよ、ね、そうですね、でそこを、私たちの体を異物が入らないように守ってくれてるにもかかわらず、そのテニスコート1枚分がですね、もうプチ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 って穴が開いてて、でその先が私たちの体になるわけですよね。だからそのよく例えるのは、子供が遊んで公園で遊んで転んで怪我したと、ね、お母さんはバイ菌が入らないように、消毒して、でそれでバンドエイドをつけて、でそれでまたバイ菌が入らないようにしないとねって言って対応するじゃないですか。ただしここの腸に関して言うとですね、痛みも何も感じないわけですよね。でそこでここ穴が開いているっていうような状態がずっと続いていると、私たちってまあ、食べるわけじゃないですか、最低1日3回でおやつとかで、またはおいしいなんかジュースとか飲みたいとか、まあ、そういうもので本来は入っていけないようなものがこう接触する機会っていうのは腸が一番多いんですよね。でその一番多いその状況の中で、ここの腸壁がダメージを受けていて、で本当は入っていけない毒物が侵入する、これを、漏れ出すっていうんですね。英語で言うと、リーキーガットっていうんですけど、リーク、要は情報が漏れるってことをリークっていうじゃないですか。だけどそのガットは腸、
腸から毒素が漏れ出す、これがリーキーガットということになるんですね。あんまり参考になるか混乱するかしないけど、人間の体というか生物の体はその元々はこう丸い卵なんだけど、はい、それが分裂していってさ、口からか肛門からかが陥没し始めて、陥没したあのがずっと口から肛門までつながるわけですね、はい、ですから我々 の体ってドーナツみたいに中空体なんですよ、ね、あ、そうですね。あ、だから外皮、この手の皮膚と腸壁とは基本的には同じで、うんうんうん、食道から胃からお尻までは同じ構造なんですよね。だからちくわみたいな感じですよね。ちくわみたいな感じなんですよ、はいはいはい、ですからあの外皮の怪我と腸の怪我っていうのはまずあの同じものだと、ね、一緒ですね、はい、いう概念は一応生物学には必要だ。そうです。もう一つはですね、人間はね5億5000万年前にできた多細胞生物、はい、あの時一番難しいのがね、はい、細胞と細胞を接着することなんです。うーん、細胞ってのは独立だから、はい、表面脂質でぬるぬる油でぬるぬるしてるわけですよ、はいはい、これをくっつけるのがね今でも難しいんです。うーん、で多くの動物ではねトラブルは接着機構に起こるんです、はい、でまあ皆さんがよく知ってるのはなんかコンドロイチンだかなんか知らないけど、あの膝が痛くなるとか、はい、あやつも全部そうで、接合部分が今でも解決できない。うーん、で接合部分の病気も多いんですよ、はい、だからあのこういったね腸管でもそうだけども、なんかがこうくっついてるっていうのはまだね多細胞生物になったんだけど、例えば人間だったら60兆個も細胞がある、はい、もう自然とくっついてると思ってるでしょ、手の細胞とか、うんうん、これ結構くっつけてるの難しいですよ。そうなんですね。特にまあ細胞同士も難しいけど、うん、骨とかが一応一体になってるでしょ、はい、ここでトラブルが多いんです、うん、ものすごく。だからこれもその一つですよね。そうですね、うん、だから まずその腸内環境、うん、まあよく言われてますよね、腸内細菌善玉を増やしなさいみたいな感じで、もうそれの元は、うん、もう腸が私たちの体を守ってくれてるので、そうそうそうそこをこう大切にしてあげないと、ね、それもう敵がどん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 入ってきちゃうっていう、外皮だからね、はい、でまあすごく難しいことがあってですね、うん、また全然話違うんだけど、あのなんかあの何になるんだけどね、僕らが牛肉を食べるでしょ、うん、で牛肉っていうのは肉なんですよ、はい、で牛肉、焼肉屋に行くとなんか腹いっぱい食べたくなるんですよね。そしてね、僕らの胃にねぎっしり牛肉が詰まるでしょ、うん、そのに牛肉だけを消化する、うん、してるわけですよ、うん、だって焼肉屋に行って腹いっぱい食べて寝て朝起きたら胃が溶けてないんですよ、うん、牛肉だけ溶けてる、うんうんうん、あれすごい不思議なんですよねもちろん今分かってんの、はい、どういう仕組みかは分かってる、7種類ぐらい仕組みがあるんだけど、だからこの食道からねお尻にかけてのね内皮っていうのは守るの結構大変なんです。そうですね、うん、そうだからねこう、うん、まあ今言ったことをねイメージでやるとこんな感じです。そう、うんうん、なるほど。腸を害したら人体を害する、うんっていうことなんですけど、うん、そう、こう私たちがこう食べているものがありますよね、うんうん、で食べたものをこうやって入っていくわけなんですけど、 その本来は入ってはいけないような、いけないものが入ってくる、まあ、毒というか、そうそう、まあ、異物というか、そういうものがですね腸を害していると簡単にですね血中の中に侵入してしまう。でその侵入した時にこう免疫っていうのはこう自分の体を守る機能なんですよ。だから敵が侵入してきたら攻撃する、うん、だからまあ国を守るまあ自衛隊のね、そうそう、軍隊みたいなもので、しかもあの敵っていうのは皆さんそのなんていうか毒物とかそういうのだけ思うけども、自分の体にとって異物なら基本的に突撃してきますよね。そうなんです。そう。だから異物として認識されるようなもの、そうそうそう、それを攻撃するわけなんですけど、うん、その攻撃をした結果ですね、うん、だから例えば、北朝鮮からミサイル撃ってきたと、ね、攻撃されたら攻撃し返すと、なんですけど、そこでまあ戦争みたいなのが起きるわけですが、じゃあ攻撃したりとかしたらですね、その、まあ、ピストルのね撃った弾が窓を打ち割って、うん、で 窓ガラスが割れるとか、うん、荒れたりとかしますよね。でそれが要は結果的に炎症っていうような形になるわけなんですね。でその腸を害しているとそれが漏れ出して 血液で、血液っていうのは体中どこにでもあるわけじゃないですか、ね、この指先でもパシンってこう切ったら血が出てくるわけですよね。だからその敵がその体中に回って、で回ったものが免疫が対応して攻撃をする、その結果的にそれが皮膚で起きてたら皮膚炎
でそれがその脳内で起きたら脳内炎症というような形であったり、臓器で起きたらさまざまなその臓器の不具合、だし、関節で起きたら関節痛みたいな、あのような結果的に関節炎とかね、そういうものにこうなっていくわけなんですけど、あのその元になっているのは実はこの腸が害したことによって結果的に炎症を促進させる、火が燃えているのにより多く火を燃やしてしまうみたいな、ね、状況になっちゃうということですね。はい。で、まあ、こんな状況をイメージしてもらいながらですね、うん、まあ、じゃあ基本的に免疫ですね、先ほども言いました。うん、だ結局、はい、小麦とかそういう中に入っている、うん、接着性のものが、はい、腸にペタッとつくと、はい、それ何かの加減で剥がれると、はい、剥がれたと一緒に腸壁も一緒に剥がれちゃうと、はい、そこから、うん、まあ、ポリペプチドっていう場合も多いんですけど、未消化のタンパク質が侵入し、はい、それはもう明らかに異物だから、はい、それが全身に回っちゃうから、うん、うわーっと攻撃が始まると、はい、それでいろんな状況ができる、うん、これが免疫反応だということで、はい、ちょっと免疫にね、そうですね、うん、そう、まあ、免疫っていうのはまあ異物ですね、うん、あの専門用語で言うと非自己、うん、自分ではない、うん、ものを、認識してですね、うん、それを排除するっていうのが免疫の機能なんですけど、その、まあ、異物に対してですね免疫が応答すること、これがですね炎症になるわけですね。で最近有名なのは例えばアレルギーとか、はい、まあ、アトピーとか、はい、ああいうのがまあ有名な免疫ですけど、うん、はい、それはどっちかっていうと即発性っていうかすぐだから、はい、結構分かりやすいけど、そうなんですね、まあ、それ以外にも非常にこうものすごく体の調子悪いと、はい、何だかよく分かんないと、はい、まあ、いうようなものもアトピーと同じような免疫のものがあるんです、ね、そうなんです、うん、そのだから軍隊にね種類があるんですよ、うんうん、あのまあ、海軍であったり空軍であったりとか、うんうん、まあ、警察であったりとか、我々とあなたはあの例えが好きですねそうそう、まあ、そういうものねでも結果として、まあ、赤くなったり痛くなったり痒くなったりとか熱を持ったり腫れたりとかっていうのが、まあ、炎症という形なんですね。で普段はこう皮膚で炎症が起きて、ね、うん、なったとしても、まあ1年ずっと続くっていうことないじゃないですか、うん、元の肌の状態に戻る、うん、これが自然治癒になるわけなんですけども、うん、それがですねその慢性的に起きちゃう、うん、それがやっぱ大きな問題になるんです ね。この問題はややこしいのが、あのまず第一に皆さんがアトピーとかそういうものは知ってるし、ジンマシンなんかもまあ自己免疫みたいな、はい、知ってるけど、この見えない形で出てくるあの免疫疾患みたいなのを知らないっていうこと、はい、それはもう腸に穴開いてたらもう常時それがまた活性化するから長く続くと、うん、はい、いうことですよね。そうですね、うん、はい、で、まあ、これがまあ免疫のおさらいになるわけなんですけど、うん、そのじゃあ免疫がどうしてそのね火事が大きくなるかならないかになるんですよ。なるほど、はい、でこれね敵が増加すると免疫の反応が増加する、あ、そう、なるほど、いうことなんですよ。軍隊も多く出さなきゃいけないと。その通りだから、駅前にですね、うん、そのじゃあ3人ヤクザが、ね、うん、いたと、もうお客さんたちに睨みつけてるとって言ったら、そう、交番で受けた、ね、警察官も、うん、あ3人ぐらいかと、3人かな、だったらじゃあ、ちょっと手伝ってみたいな感じで、うんうん、それぐらいは済むけどそうだけど、すいません駅前にですね、あの100人悪そうな人がいるんですみたいなって言ったら、受けた交番もです、100人ですかみたいな、だからね、あのこれはネットだからいいんだけど、ヤクザっていう言葉はね、はい、一応はあの放送禁止だけど注意用語になって、あ、注意用語、暴力団も注意用語になってて、はい、今は言うのが難しいらしいですよ。反社会団体とか、反社会団体、団体なんとか、そんなんね、反社会勢力、社会勢力、はい、だからそれじゃ分かんないから、はい、怖いから、怖いから、この前ね地上波でねこうやったんですよ、はい、言っちゃいけないっていう、はい、これが一番いけないんだ、そうなんです、この動作が一番いけない、じゃあ言いようがないじゃないですか、ヤクザでいきましょういいんですかそうって言ったら、いやちょっとすみません警察、うん、あの警察官も、うん、いや自分の署を応援して、うん、でも全員総動で120人体制で駅に向かうわけじゃないですか、うん、でもしそれで仮に、うん、そのもう誰 か, なんか 重圧みたいな音をしたりとかしたら、うん、もう緊迫するわけですよね。 それでもうお互いに銃撃戦とかになったら被害もより多いっていうことなんですよね。でつまり体の中は全く一緒なんですよ、うん、要は異物がこうやって増えれば増えるほどですね、うん、その自分を守ろうとする免疫も免疫細胞をどん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 増やしていくんですね。で増えれば増えるほどそれが入ってきた瞬間に攻撃力が強いわけなので、より炎症を大きくしよう、免疫反応を大きくするっていうことなんですね。だからよくこう免疫力アップアップって言ってるじゃないですか、
何をもって免疫力アップなんですかって、うん、あ、免疫力ってあんまりアップしていけないんだ、うん、免疫力は軍隊を増やすようなもんだから。そうなんですよ、ね、だから憲法9条にそうそうそう、もう自衛隊増やせと、ね、あでだけど、まあそのまあ、核兵器は、ね、用意して、だけど核兵器1個ボタンを押すだけで大変なことになるんですよね。そうだからその軍力をアップするっていうようなことじゃなくて、そもそも敵を侵入させることを防ぐっていう、そう、ね、ここを考えなきゃいけないってことなんですよ。だから、まあ、あのそういう形で要は免疫を正しい認識をもっと持っておかないと、あの、ね、これものすごく難しい話だから、ここでキレはつかないけども、実はあの最近子どもたちが汚いものに触れないので免疫力が衰えてアトピーとかそういうのが起こるというふうに言う、それは普通なんです。ところがね、本当の免疫の専門家の人を聞くとね、いやそうじゃないんだと、もともと異物が多いんだと、だから異物に触れる機会が多いから、あのそういうふうになってんだっていうお医者さんもおられるんですよ。だからあのお母さん方もね、あのただただ汚いところに触れさせるだけじゃなくて、やっぱ異物の侵入がこの子どもたちにあるかどうかっていうのを見ないと。そうですね、今はね、はい、難しい時代。そうだから侵入経路を探していくっていう、今から例えば10万年前からあるものだったら、で体に入ってるものだったらいいけど、今までほとんど体と関係ないもの、はいはい、多いしね、だからまあ異物、まあ、もちろんだからこれ食事だけに限らず、そうそう、そのまあウイルス性のものであったり、そうそう、細菌であったりっていうのもこれは異物として認識するわけなので、とにかくでも侵入経路を考えていきましょうという話です、はい。で、ここからですね、じゃあもう少し免疫についての話になるわけなんですけど、先ほど申し上げた通り、自分たち の、 その免疫っていうのは軍隊になるわけなんですね。でその中でもその軍隊でも抗体っていうものがこうあってですね、でその抗体が、特定の敵を攻撃するっていうような作用をするんですね。でその中で抗原抗体ってのは分かりにくいね。ここに書いてあるように、うん、抗原はもう敵って言った方がいいよね。そうです、抗原は敵です。人体の敵、はい、それから抗体は警察、あの自衛隊、そうです、軍隊、ね、そういうことだよね。その通りです。だから抗原抗体って分かる人少ないじゃない。そうですね、また名前も似てるし、似てますね、分かりづらいですよね。さらにそれを分解すると抗体で IgA とか IgE とか言い始めても、うん、はい、書いてあるじゃないですか、 IgE とか IgA、 覚えきれないよね、はい。だから要は何がいるかというと、まあ、免疫は軍隊 で、 でその軍隊でその特徴があるわけですよね、うんうんうん、でその特徴でお前らここにいろと。あ、なるほど。でだから IgA さん、 IgA みたいなものっていうのは、まあ、粘膜とか、そういうそこに主役としている。だから鼻であったりとか、まあ、腸液であったりとか、うんうん、あのまあ、唾液であったりとか、それを守ると、まあ、もうそこに、配属されているっていう感じですね、うんうん、免疫防御体として配属されている、配属されていると。で IgG っていうものもこれ血中の中にいて、血中の中に入ってきたものをこう攻撃するためにこう準備されているようなものであったり、うんうん、であとはその IgE っていうのが非常に有名なんですけど、うんうん、これもうあの食べてピーナッツ食べて、うん、もう救急車で運ばれて呼吸ができなくなって死ぬかと、うん、そうそうそう、いうようなことが起きたり、そばがダメだとか、うん、いろいろあるじゃないですか、ね、甲殻類とか、はい、でああいうのはもう即発性で、非常に強い攻撃を仕掛けるんですね。だから、まあ、自分の体の中で言ったら、まあ、核兵器を持ってるみたいな、ある意味ではその例えばそのああいった救急のなんていうか急速のねな反応っていうのを IgE という軍隊がするところを見ると、はい、やっぱ身体に危険なんですか。いや、まあ、そもそも持っているものなので、まあ、それを特定の食材とかそういうものに対して、まあ、持つか持たないかなんですよね。でも持ってた場合は危険なんです。持つのはだけど何らか過去か祖先かなんかにまずいことあったからでしょうね、うん、可能性はもちろんありますし、うん、であとはその、まあ、敵として認識したらその軍隊を作っていくということなので、うん、あの一番はやはりあの赤ちゃんの時っていうのが、ああの危険なんですよ。その、まあ、0歳児からその腸がしっかりできるって言ったら、まあ、1歳から1歳半ぐらいまでになるということですね。そうなん、つまり赤ちゃんの時ってはもうリーキーガットなんですよ。腸が不完全なんです。不完全なんです。その不完全な時に無理やり変なことやると、うん、それが残っちゃうんだよね。その変なことが要は 6ヶ月ぐらいになってからですね、じゃあそろそろ離乳食をやりましょう、うん、瓶詰めの入ってるようなものでこうやって食べさせていくんですけど、あと怖いのは粉ミルク。
粉ミルクで、あれ、そのソイプロテイン、大豆の、大豆のね、プロテインをこう入れたりとかしてるんですけど、タンパク質ね、はい、でそれがリーキーガットの状態でこう、入っていくからね、入ってくると、それがその赤ちゃんの中でこう血中に漏れ出して、そうそう、でそうするとその大豆に対する抗体を持つとか、もうその時持っちゃうからね、はい、可能性が出ちゃうんですよ。だからアレルギーを起こしたくないってことだったら、一番大事なのはやっぱ赤ちゃんのその状態ですね。やっぱりあの、うん、母乳で育てて離乳食が非常に、まあ注意してれば、一番割とアレルギーの少ない子が生まれる、できるってことになりますか、ね、あと生まれる時が大切、あの生まれ方なんですけど、うん、それがですね、最近だとこう帝王切開ってあるじゃないですか、あの お腹切って赤ちゃんを出すなんですけど、これ全く違う生まれ方してるんですよ。何かって言ったら、こうその産道をこうやって出てくる時に、あの産道に実はですね、お母さんのその腸内細菌、あそこに良質な細菌がいるんですよ、で産道管って通り抜けてくる中に、鼻とか目とか、そういうところ、口とかが、この赤ちゃんにそのお母さんの細菌が引き継がれるんです。でそれでその腸の中に腸内細菌として生息する、してその腸をこう作る、まあ、あの助けになっているんですけど、それを帝王切開でこうお腹切ってパカッて出すと、産道通らないじゃないですか。 それでその細菌を引き継がないで生まれる赤ちゃんがいるということなんですね、そこでこう 腸内の腸内環境、であり、まあ、腸内、細菌ですよね、あのそれが、継承されないっていうようなことが起きるっていうことですね。そうそう、だからこのお産、妊娠、お産、出産なんていうのは、僕らの学問から言ったらもう分かんないことだらけなんですよ、まあ受胎の時でもね、はい、あのこれはもうはっきり分かってるからここで言いたいんだけど、戦争とか交通事故が多いと、男の子が交通事故とか戦争で死ぬから、はい、男の子の受胎率が上がるんですよ、はい、それで交通事故が減るとね、男の子が減ってくんですよ。それで二十歳になる時に女男が一緒になるようにお母さんが産み分けてるんですよ。でつまりね、お母さんは交通事故死の統計を知ってるってことだ。いや実際そうなの。でそんなことってありえないんだけども、だからそんなことっていっぱいあるんですよ実はね。だからあの、あなたが今言ったように、あの出産の時の形、それからその母乳の問題、それからその離乳食の問題あたりは、はい、今の科学ではもう到底解明ができないことが多いんです。多いからね、あの非常に注意してね、はい、もちろんあのどうしても帝王切開の人もいるし、どうしても母乳のダメな時もいるんだけど、やっぱ基本はね、非常に慎重にしなきゃいけない。そうですね、ものすごく慎重にしないと、そこは難しいことがいっぱい起こると、まあ、いうことですよね。まあ、僕はいつも警鐘を鳴らしているのは、一つは妊娠4ヶ月目で驚くと性同一性症候群が生まれる可能性非常に高いし、それからセックスするときに、女性から迫るとやっぱり奇形児が生まれる可能性も高まるし。そうなんですか。そうなんですよ。もう学問的に分かんないことがいっぱいあるんですよ。それでしかしそれは学問的に我々の知識が今ないっていうだけのことで、事実はもうはっきりしてるのが全部あるわけですね、だそういう点では僕は今よりかずっと慎重に母体を、まあ、僕だったらもう妊娠したらね、もう妊娠したの分かった瞬間から、安定する 7,8 ヶ月まではもう絶対に家の中にいた方がいい、そうですね、まあ、その時の状況というのも、そう、ね、それから出産からね、今もう出産は難しいんですよ、はい、非常に難産するのは多いんだけど、やっぱりそこら辺はね、僕らの子孫をちゃんと作るっていうのは非常に重要、はい、これもそうだけど、僕あなたに聞いて初めて、そりゃそうだな、だって赤ちゃんって腸がちゃんとできてないの、はい、そうなんです。その時にいい加減な離乳食やったらさ、一発だよね。だできる限り母乳がいいっていうことなんです ね、はい、だけど難しいからな今な。でね、ポイントなんですけど、このね、先ほど申し上げたこの IgE、 これは食べた瞬間に反応が起きるので、あ、僕ピーナッツダメだとか、分かるからね、ソファダメだとか、グルテンダメだとか分かりやすいんですよ。そうです。問題はこちら側なんですよ、うん、これはですね、その、まあ、自発性っていうことで言われてて、ね、反応が起きるまでに、12時間から24時間ぐらいかかるって言われてるんですよ、ってことはですよ、そのこの敵が入ってきてもすぐ攻撃しないと、
あいつどうやって攻撃しようかなみたいなこう考えながらですね、でそれで、ダダダダって言って攻撃し始めるのが、まあ、12時間24時間後になるわけですね。そうするとこの IgG、IgA とかで、反応しているその炎症が、まあ、例えばですね、頭で起きているとして、ね、偏頭痛とか、うん、体調悪いとか、うん、集中力なくなるとか、うん、で皮膚で起きたら皮膚炎とかで、うん、とかで痒くなったりとかするわけじゃないですか。まさかですね、昨日食べたあのパンがこの頭痛の原因になってるなんて思ってもいないんですよ。そうね、ジンマシンぐらいだったら、まあ、サバを食べてジンマシンぐらいだったら分かるけどねパン食べて頭痛ったらもう分かんないんだよね。そうなんですよ。だから意外にですね、そのまあこういう抗体を持ってて、で見えないようなその状況でですね、こう体の不具合、不調みたいなものが起きてる人っていうのが多いんですよ。でそれをやっぱり特定して、で特定したもので、あの特定できてればですね、対応できるのは食べなきゃいいってことなんですよ。ああ、そうです。先ほど申し上げた通り、敵が増えなきゃ、そうそう、あの抗体の攻撃なくなるし、そうそう、抗体の量も減っていく可能性が出てくるわけなので、そこを見極めていくことが大切っていう。そう、だからそれからもう一つは、腸に穴を開けないようにして新たな抗体を作らないってことだよね。そうなんです、はい、だから そこをこうやっていく、腸内環境を整えていって、うん、まずその敵を早い侵入経路を防ぐっていうことが一つ、うん、でそしてもし抗体を持っているんであったら、その持っている抗体を自分自身で把握してですね、で把握できたらそれをなるべく食べないというようなことをやっていけば、炎症、要するに起きている火事をだん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 火をちっちゃくさせていくっていう、そうすると意外にもですね、あ、体調良くなったとかですね、あの集中力が湧くとかね、で皮膚炎が改善されるとか、そういうことが起きるんですね。だって一番最初にビデオやった、あのなんとか痛い痛いっていう女性、はい、あの線維筋痛症ですね。線維筋痛、はい、だから体中が痛いのが、まさかあれ小麦、あれはですね小麦でしたね。小麦ですか、はい、だからパン食べたから痛いかなんて考えもしないでしょ、はい、発想がないです、はい、発想そうなんですよ、発想がないのでね、うん、で、まあ、あのこの抗体を持ちやすい、っていうものは、まあ、はっきり言ってですね、もう自分もう100、200、300とかの食材、たくさんの食材あるわけじゃないですか、うん、どんな、食材に対して抗体を持ってるかっていうのは、まあ、特定するのは非常に難しいわけですよね、うん、ただし、共通してですね、その抗体を持ちやすい、っていうような食材があるわけですね。例えば、まあ、小麦に含まれているグルテンであったり、大豆、うん、で卵、うん、であと甲殻類とか、うん、あとよく言われますよね、はい、蕎麦のアレルギーっていうのは、あれグルテン、あ、蕎麦は蕎麦粉だと思います、ね、蕎麦粉ですよね、はい、蕎麦の、含まれて、まあ、タンパク質になってくると思うんですけど、だからそうやっていろいろあるわけなんですけど、見つける方法は簡単なんです。はーはー、基本的に、まずある特定の食材を3週間食べるのをやめる。なるほど。で食べるのをやめるとですね、もしその人に、ね、その特定の食材の抗体を持っていたら、うん、攻撃仕掛けるのをなくすじゃないですか。なくす。ってことはですね、3週間ずっとそれを食べていないと、だん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 その火がこう消えてくる、若干、まあ、消えるというかですね、最低でもその火の大きさは現状維持、うん、もしくは3週間食べないとですね、若干ちっちゃくなるんですよ、うん、そうするとですね、結構改善、あ、うん、なんか楽になったなとか、うん、皮膚の痒みが少なくなったなとか、うん、偏頭痛がすごく、うん、軽減されたなとか、軽減されたな、そういうことを感じるはずなんです、ね、なるほど。で何をするかといったら4週目、うん、4週目、4週目にテスト、うん、テストをするんです。あ、テストをする、はい、あ、食べてみる、食べるんですよ。そしたらガッとくる。でもし、うん、あなたが抗体を持っているんである、うん、その入ってきた瞬間に、うん、要はガソリンを注ぐってことです、ね、ああ、そうそう、で火が消えそうなところにガソリンガソリンこうやってバッて燃える。なるほど。そうするともうね、うちの父親、完全にグルテンだったんですよ。だったグルテン抗体になったんですよ。グルテンフリーずーっとやってて、うん、である時お兄さんかな、うん、が遊びに来て、うん、じゃあもうしょうがないから、うん、お茶しようよって言って、うん、で喫茶店に行ったんですよ、うん、愛知県じゃないですか。ああ、愛知県で、愛知県で喫茶店って言ったら必ずコーヒー頼んだらモーニングって言って、もちろんあの山のようにパンも出てくるしそう、パンが出てくる、食べ放題のピーナッツとか、そう、それでいやどうしようかなと、グルテンかと、でだけどお腹空いたし、うん、まあテスト
でいいから食べてみようかなって言ってで食べたんですって。でそうしたらもうその昼過ぎぐらいからもう頭ガンガン痛いわ、鼻水出るわ、くしゃみ出るわっていうことでもう完全グルテンがダメだってことが分かったんですよ。だからもしそういう風になった場合、これはまあ大豆で持ってる人もいるし、ピーナッツで持ってる人もいるし、まあ甲殻類エビとかそういうのあるじゃないですか。でそういう風になる人もいるわけなんですけど、とにかく3週間特定の食材やめて、あじゃあ4週目に食べてみようと。でテストしてみて、その体の変化、変化があって悪くなった場合はそれを約1年間ぐらいは食べない方がいいんじゃないかということですね。うん、あとどのくらいありますかね。あこれで終わり、うん、ああそうですか。まああのとにかく2回目は、はい、まあね僕もびっくりしたんですよ、はい、こんなことがあるんだなと、うん、それでまあまあその桃子さんも言ってるようにジンマシンとかそういうんじゃないんですよね。だからそれで結構ねレアケースじゃないんですよ、割合一般的な。だからこれはね知っただけでねものすごく人生がさっきの一番最初の第1回の女の子みたいに夢みたいですねってなるから、ね、不具合の元がはっきり分かってくる、ね、可能性があるっていうことで、次回はちょっとねその実例をね、そうですね、示していきたいなと思ってます、はいはい、それではそろそろ今日はお時間ということでここまでにしたいと思います。武田邦彦ギャンブル来さん笑って暮らして医者ずらず、今日はこの辺です。それでは次回またお楽しみに。ありがとうございました。どうもありがとうございました。追いし、かの山。
Dear